どうも、レンジです。今回なんですけど、ボイスチャット機能が実装っていうことで、今現在わかることを一つずつね、解説していきたいと思います。まあ、ウィルをね、ゴロゴロしながら、遊んでいきます。はい。で、テストサーバーね、まあわかんない方に言うと、まあ普段ね、こうチームとか組んでる人は、まあディスコードとかね、まあスカイプとかで、お話しながら、こう試合を運んでいくっていう、流れだったとは思うんですけど、今回ね、そのノラの人ともこう、お話をね、しながら、こうできるっていう機能ですね。簡単に言うと、はい。で、そのね、ボイスチャットがちょっと何がやばいかっていうと、そう、今も話したんですけど、そのノラの人同士でこう、通話をするっていうね。これはちょっと、やっぱ大光人格ってね、まあこのね、4対1っていうこのゲームの中、まあそれね、誰かがミスした時のこのありがとうチャットとか、もうありがとうチャットですら、まあいろいろね、こう揉め事があるというかね、はい。まあそんな中でのね、この VC 追加っていう、はい、これはね、確かに賛否両論あるよね。うん。まあもう、まあ巷ではやっぱありがとうはいらないとかね、対戦後チャットはもういらないだろうっていうね、はい。まあそんな中での VC チャットなんで、まあこれね、ちょっと回避方法もありましてね、それもね、わかんない方とかね、初心者の方にね、しっかり話していきたいと思います。はい、まあまずね、簡潔に言いますと、一応対策としては、ミュート機能があるんで、はい、いきなり、あ、そうそうそう、ボイスチャットがこうなったら、初期設定でね、最初はもうミュートになってるんで、特にボタンを押さなければ、自分のね、声は聞こえないんでね。もしかしたら、まあ、普段ね、ちょっと結構口悪い人はね、おい、通電しろらーみたいな。何しとんねんみたいなさ、そういうのがね、もしかしたら聞こえるみたいなこともね、ないと思います。はい。で、もしそれね、ミュートボタンね、しっかり切っちゃったら、何しとんねん救助早くしろよみたいな、言っちゃったら、それ全部赤裸々にね、聞かれるんで、はい、それほんと、ご注意ください。うん。まあ、特にね、ゲーム中喋んないよって人はね、いいと思うんだけど、でもね、やっぱりその一方的に、悪口とかね、まあ、言う人がいたとした時って、やっぱ一番こう、悲しいというかね、せっかくゲーム楽しんでやってんのに、それはなかなかね、いいとは言えませんのでね、まあ、そもそもやっぱ第五人格ね、こう人口が減るっていうのはね、悲しいことなので、まあ、その対策としては、スピーカーもミュートにできる、みたいなので、はい。これもテストサーバーでね、確認済みっていうことなんで、はい。ぜひ、そもそもね、自分が喋ることというか、もう、そもそも相手の声も聞きたくないっていうね、はい。もう、このゲームを普通に楽しみたいって人は、もうぜひね、どっちもミュート推奨ですね。はい。で、しかも、まあ、何がね、ちょっと微妙かっていうと、やっぱその、そう、なんだっけな。チームを組まなければ、この機能は、ないみたいなんですね。はい。で、全員ノラだったら、そもそもこの VC はないみたいですね。だからノラ4人だと、VC は全員なしみたいな、はい、感じですね。ちょっとこれ間違ってたら、申し訳ございません。ちょっとご容赦お願いします。はい。ってな感じで、ってことは、その、2人誰かが組んでるってだけで、4人に、マイクがつくみたいな、感じだと思われますので、そうなると、やっぱりね、どうしてもその、やり玉に上がるというか、うん。まあ、なんでね、ちょっと、トラブルとかめんどくさいっていう人はね、ぜひね、ミュートした方がいいんかな、これ、ね。ちょっとやってみないと、まだね、なんとも言えないんですけどね。まあ、もちろんね、やっぱ 4VC になったらね、結構ハンターとしては結構しんどいよね。ジョゼフとか、それこそね、白黒とかさ、占い師いなくても伝えられるっていうね、うん。あれ、これ白黒だよ、白黒ですよ、みたいな。はい。そんなね、ことが起きちゃうのでね、まあ、ハンターとしては、まあ、あんま嬉しくないですよね。うん。そうだよ。占い師バンしてもバレちゃうっていうね。はい。まあそんな中で、そう。まあ何が言いたいというと、とりあえずミュートにしてれば、まあこの機能追加されてもね、大丈夫っていう感じですので、はい。まあ気になるよね。でもなんか喋ってたらね。まあ気になっちゃうってのもあるんだけどね。まあミュート安定化なんで、協力狩りだったら、中国版はね、協力狩りはもうそもそも全員に VC ついてて、結構カオスみたいな感じみたいですね。はい。そう。全員8人に、8人マイクありだから、なんかもう誰が何だか分かんないみたいな感じで、面白、それはね、協力狩りは面白そうだったんですけどね、まあランクマッチだとね、やっぱピリピリしちゃってる、しちゃいますよね、はい。まあそんなわけでね、ちょっとこう、喧嘩っ早いというかね、まあなかなかやっぱ第五人格っていうね、ゲームのシステム上ね、このゲーム自体は面白いんですけど、まあちょっとトラブルとかね、めんどくさいって人はね、ぜひお気をつけください。でも、まあ、面白そうっちゃ面白そうだけど、どうなんだろうね。どんな感じなんだろうね。普段の、なんか、うん。なんか、そういうのを聞こえるんかな。なんか、カップルとかさ、第五人格一緒やってる人とかね。
うん、なんかイチャイチャしてるみたいな感じで、はい、いやーちょっとそれはそれでねどうなのかって感じですが、どうですかね、なんかよかったらねこの動画見てくださってる方ね、VC チャットどんな感じか意見、聞かせていただけたら嬉しいです。はい、そんなわけでね、試合をね、見ていきますと、まあ基本的にウィルもあんま VC つけられたら嫌だな、うん、あんま嬉しくないねやっぱり。そうウィルってあの奇襲最初の奇襲がね決まるとね試合運びめっちゃいいからね、やっぱこの精神病院とかもめっちゃウィルやりづらいけど、そう最初の奇襲でだいたいトゲ一発つけられるっていう感じなんでね、はい、まあ 4VC 本当は強いもんな、うん、そうで、あとはそうあの幽霊モードあるじゃないですか、その時になったらボイスチャットはね自動でオフになるみたいなんで、あの幽霊モードでのねなんかハッチとかさ、なんかいろいろそういうのの伝達はさすがに、オフみたいでした。うん、まあ、それありだったらもう早速ハンター本当不利になってたとこでしたよね。うん、まあそれはねさすがにないということで、はい、まあ以上がね今実際テストサーバーで実装されつつある機能でした。まあこれね、うん、いや正直俺はねちょっと怖いね、正直怖いなマジで。気軽に野良行きづらいというかさ、俺結構野良戦なんですけど、はい、てかほとんど野良でやってるんですけど、ちょっとねどうなるか楽しみですね。うん、いやーなんか喋るの苦手な人もね普通にいるからね、うん、まあ前者とかで多分これからなんか VC あり、4パー募集みたいな感じになるのかな。うん、チームね固定で組むっていう時は、いやーそうマイク無理ですみたいな言わなきゃいけないっていうね、いやーまあある意味楽しみちゃ楽しみなんですが、はい、またねちょっと VC 機能が付き次第ね動画にしてみますね。はい、まあそんなわけでね、ウィルね、ウィルの実況もちょっとね最近したくてね動画撮っております。はい、さあここはねもうねトゲ1本ついてて、これは引っかかってね救助できないっていう感じだったので、そのままあれってか引っかかなかったね今罠。うん、まあ銃食らっちゃいましたが、そうで人格はね右上ですね、はい、左消しました。うん、傲慢をね消したウィルにしてるんですけどね、もうすごいね僕はね結構調子いいですね。右上だとやっぱ後半左上だとその後半最初ね即死取ってもなんか後半普通に負けるみたいなことがね、まあ、多々あったりしましたので、はい、でこういう時にね感謝を置くとすっげえ便利なんだよね。うん、そう機械技師が起き上がったとしてもまあ、すぐやりに行けるっていうね。はい、さあ奇襲をかけて、そうこういうとこね、こういうとこめんどくさいよね本当に。うん、でもウィルってあんま見ないよね、結構サバイバーもねやったりするんですけど、なんかウィルってあんまいないなと思って。うん、まあやっぱ難しいってのはあるしな、夢の魔女も見なくなったんですけど、うん、最近でもいろんなハンターピック率高いですよね。まあ面白いけどそれは面白いよねほんと。さあここは、悲観をねしてしっかり仕留めて、でここ義士が起き上がったので速攻で仕留めに行きます。はい、さあ感謝もね反応があったんで、もうシューンつってもうこれでからのね、やべやべやべゴロゴロした。さあからのさあ意外にある早いな、意外に早い、トレイシーを追いかけて、さあ溜まったかな、 OK、 さあここで仕留めれるかね。もうこのね30秒もねあんま待たないですね、どんどん全体負荷にかけちゃいます僕は。はい、さあここがバチンで勝ったかな、 OK、 GG。ここまでご視聴ありがとうございました。今回ね、VC 追加っていう動画だったんですけど、まあ、ミュートにすればね、今まで通り変わらないと思いますので、しっかりね、そこはお気をつけください。まあ、おそらく、運営のね、そういう悪質なユーザーへのね、対処はね、さらに厳しくなってきてね、まあ、今までよりね、快適になるとね、信じて、楽しんでいきましょう。また第5人格動画出していきたいと思いますので、気になる方はね、ぜひチャンネル登録やいいねボタンを押していただけると嬉しいです。それでは今日もご視聴ありがとうございました。お疲れんち。